どうも、こまみれです。えー、今日はちょっと炎上の話なんですけど、炎上、まあ炎上、悪いことをしてね、みんなから叩かれたりとか、そういうのがよくあるんだけど、まあいたずら半分で炎上させられたりとかっていうのもあるけど、炎上商法なんていうのが、えー、結構もう一般的になってきて、で、まあやっとる人もおれば、ね、炎上しないっていう人もおるんやけど、 大体の人は炎上きっかけで、えー、人気が出たりとか、注目されたりっていうのがあって、なんかその研究かなんかで、炎上商法っていうのは結果的にプラスになるよっていう結果も出とるよね。だからむしろ宣伝としては、あの、まあ、極論だけどね、こんな結局。極論だけど、炎上商法っていうのは積極的にやるべきではないのかっていう話になってくるわけよ。 えそれこそ N、今ちょっと話題のね、NHK から国民を守る党の千葉な議員の言葉を借りるのであれば、炎上処方をしたところで、0が1になる可能性があると。うん。0が1になる可能性。まあ、0は、あの、指示なし。で、1が指示。で、炎上処方することによって、あの、まあ、みんなが知ってくれるわけじゃないか。ニュースとかに取りツされて。 それであの自分のコンテンツを見てくれる人がおる。その見てくれる人が、あ、こいつ面白いなと思ってフォローしてくれるみたいな。そういう感じで。けど、あの、ゼロの人間からは、まあ、いい印象から入っても悪い印象から入っても、まあ、ゼロはゼロやし、それがゼロは1になる可能性もあるし。で、もともと1の人たちは、あまりその、離れない。この人はこういう人やっていうのが分かっとったら。ら例えば、ん、最近の だたらそうだなまあ今やっとる、まあパッと目に入った人で言うなら結構ね、増えてきたね。あの、まあ日本と韓国のちょっと関係悪いじゃん、まあ、結構かなり険悪なムードなわけやけど、あの動画にあの日章旗、あの日本の国旗、昔の国旗、あの軍,軍時代の国旗なんやけど、まあ日本の今白地に赤い日の丸じゃなくて、なんかそのドッキリのてってれみたいな感じのあの <laughs>、 赤と白のやつうまく説明できんけどそいつを、えー、ちょっと追加しとる、ね、YouTuber とか、えー、Twitter、er、とかおるわけさ、うん、多分あれもあの別に日本が好きとかそういう話じゃなくて画面にそういうことをちらつかせることによって、えー、ちょっとその反日感情を煽ってこいつマジ うぜえわ、みたいな感じで叩き出して、それが盛り上がって、で、それが日本人の目にも届いて、で、宣伝になるっていう、まあ、あの、簡単な炎上商法だよね、こんなんは。うん。間違いなく失敗すると思うけど、残念だな。<laughs> あまあまあ、それそれなんいなんか、なんていうのかな、見えすぎとるんよね。その見えすぎた炎上っていうのは、あの、あんまあ、炎上商法狙いだなっていうので、 あの、バレるんよね。<laughs> 残念なことに。<laughs> 見えすぎた炎上情報っていうのは。その先が見えるから。例えば、えー、崎陽のシューマイ叩いた時も、あれも一応炎上商法狙いだったらしいけど、残念なことにね、まあそれをさ、あの、その先が見えんかったからさ、炎上商法目的っていうのを、えー、気づかんかったから、みんなして企業権のシューマイを守るために、こんだけ、えー、盛り上がって。ね、結果的に、えー、勝ったのは N 国刀やわ。 フォロワーとかそういういの増えたしだから面白いもんでね、炎上商法っていうのは、まあ、あの繰り返すと、まあ、こいつ炎上商炎上目的でやっとるんやなとこは柴田さんとかそっち系やねんか。もう炎上目的。燃やしてなんぼみたいな、えー、炎上商法やっとる、その、ものもスすけの YouTuber だったり、そういう人たちに比べたら、まあ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 、まあ、ぽポツポツ点でね、 炎上させることと、あと、あの、悪事を働かんってこと。うん。悪事を働いての炎上っていうのは、結果的にね、あの、大引く。うん、長い目で見たとき。うん。一時的にバーンと増えていいかもしれんけど、長い目を見たときに、あの、大引く。だから、メグウィン、メグウィンのあの、メグウィン TV のあれも結局まだちょっと大を引いとるし、ジョーブログのベッドだってちょっと大を引いとったし、 ね、長いこと。まあ、そんな感じで、結局、うん、なんかそのね、炎上するネタもね、まあ、だからこそのあの日照期とか、そういう、どうでもいいところを詰めとるんやなと思うけど、ネタがないんやろうね。うん。ネタがないから炎上に走るんやろうね。でも、ああいう YouTube、ネタなんていろいろあると思うんやけどなまあ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 、そういう人がいっぱいおるわけさ、世の中には。面白いもんだよね、こうやっていろいろ見とると。 何て言うんかな見分け方って言ったら変だけど、まあその人がね、突然なんか変なことしだしたら、その先に何があるのかっていうのをちょっと考えた方がね、よくあの言うけど、その人は一体その、よくあの、なんかツイッターとかでもさ、あの政治について語るわーって人おるけど、あの、その人が一体何でお金を稼いどるかっていうのをしっかり理解した上で、その発言を見ると、あ、こいつ炎上症法で、 こいつは炎上情報でちょっと稼ごうとしとるんやなって言ったら、その発言が、発言の内容が、わざとその陽動する煽りの文句に見えて、中身なんて一切ないしとか、そういうのわかるわけよ。だからそういうのをね、ちょっとね、見たらいいのではないでしょうか。その人が何でお金を稼いとるってね。だから YouTuber っていうのは YouTube の動画再生、ね、広告収入でお金を稼いとるわけやから、うん。だから、あの、少しでもね、えー よくも悪くも注目されて。まあ注目されてなんぼやからね。何千何万とる YouTuber の中で、うん。注目されてなんぼやから。まあまあ、あのその人がどういう手段をとってね、そういうことやっとんのかっていうのを、えー、見てみたら面白いんじゃないでしょうか。ということでちょっとダラダラしちゃいましたが、以上で終わりたいと思います。コウミリでした。ありがとうございました。